STS-51L の飛行士。前列左からマイケル・ジェイ・スミス、ディック・スコビ、ロナルド・マクネア。後列左から、エリソン・オニズカ、クリスタ・マコーリフ、グレゴリー・ジャービス、ジュディス・レズニック・チャレンジャー号爆発事故は、1986年1月28日、アメリカ合衆国のスペース・シャトル・チャレンジャー号が、打ち上げから73秒後に分解し、 7名の乗組員が全員死亡した事故である。同尾びは、北米東部標準時午前11時39分に、アメリカ合衆国フロリダ州中部沖の大西洋上で空中分解した。この打ち上げはチャレンジャーにとって10回目であり、ミッション名は STS-51L であったが、打ち上げ直後の事故のためほとんどの予定が遂行されずに、終わった。 機体全体の分解は、右側固体燃料補助ロケットの密閉用オーリングが発進時に破損したことから始まった。オーリングの破損によってそれが密閉していた SRB 接続部から漏洩が生じ、固体ロケットエンジンが発生する高温、高圧の燃焼ガスが噴き出して隣接する SRB 接続部材と外部燃料タンクに悪影響を与えた。この結果、右側、 SRB のビブ接続部分が分離するとともに外部燃料タンクの構造破壊が生じた。空気力学的な負荷により機動船は一瞬のうちに破壊された。乗員区画やその他多数の機体の破片は長期にわたる捜索回収作業によって海底から回収された。乗員が正確にいつ死亡したのかは不明だが何人かは 最初の機体分解直後にも生存していたことが分かっている。しかしながら、シャトルには脱出装置が装備されておらず、上員区画が海面に激突した際の衝撃から生き延びた飛行士はいなかった。この事故によりシャトル計画は32ヶ月間にわたって中断し、また、事故の原因究明のため、ロナルド・レーガン大統領によって特別委員会、 通称ロジャース委員会が任命された。同委員会は事故の根本原因は NASA の組織文化や意思決定過程にあったと結論付けた。NASA の幹部はすでに1977年の段階で契約先企業であるモートンサイオコール社が設計した SRB のオーリングに致命的な欠陥があることを知っていたが適切に対処できていなかった。また彼らは 当日朝の異常な低温が打ち上げに及ぼす危険に関する技術者たちからの警告を無視し、またこれらの技術的な懸念を上層部に満足に報告することもできなかった。ロジャース委員会は NASA に対し、シャトルが飛行を再開するまでに実行すべき9項目からなる改善案を提示した。上院の中には宇宙事業計画による最初の教師として、 クリスタ・マコーリフが含まれていたため、大勢の人が生中継で打ち上げを見ていた。メディアによる自己報道は大々的なものとなり、ある研究では調査対象となったアメリカ人のうちの85%が自己発生から1時間以内にこのニュースを知っていたという。チャレンジャー号の惨事は安全工学や職場倫理の事例研究として多くの場で取り上げられている。 発射1時間前、整備棟にこびりついた氷当初の予定では、チャレンジャーは1月22日午後2時42分に、フロリダ州ケネディ宇宙センターから発射されるはずであった。しかしながら、前のミッションである STS-61C のコロンビア号の着陸が遅れたため、発射予定日は23日からさらに24日へと延期された。その後、 飛行が中断された、際の緊急着陸地点であるセネガルのダカールが悪天候であったため、発射日はさらに25日へとずれ込んだ。NASA は緊急着陸地点をカサブランカの基地に変更したが、同施設には夜間着陸用の設備が整っていないため、発射時間をフロリダ時間の朝に変更した。ところが、ケネディ宇宙センター周辺の天候不順が予想された。 ため、発射時間はまたもや27日午前9時37分へと延期された。マルコルム・マッコーネルの著書、チャレンジャー号の主な故障の原因によれば、通常 NASA は降水確率50%ならば、打ち上げを決行していたはずだが、そうしなかったのは、ブッシュ副大統領がホンジュラスに向かう途中で立ち寄って、発射を視察する予定があったからだという。その翌日、 船外活動用ハッチに不具合が生じたことで、またしても発射が延期された。最初は、ハッチが完全にロックされているかを確認する、表示器の一つに故障が発見された。次に、ボルトのネジ山がすり減っていたため機動線のハッチを封鎖する取り付け具を外せなくなった。取り付け具をノコギリでようやく切り離した時には、 s ナサシャトル着陸施設における横風の強さが発進後、打ち上げ中止手順で規定された、限界値を超えていた。このため風が収まるのを待っているうちに、結局打ち上げ可能時間枠が尽きてしまい、再スケジュールを余儀なくされた。予報によれば、1月28日の朝は異常に寒く、発射台周辺の気温は打ち上げを、実施可能な加減値である接種一度の近くまで、 下がるとされた。この異常寒波に対し、SRB の製造とメンテナンスを受け持つ、サイオコール社の技術者は、強い懸念を抱いた。27日の夜、サイオコール社の技術者と幹部は、ケネディ宇宙センターとマーシャル宇宙飛行センターにいる、NASA の幹部と、遠隔会議を開き、気象条件に関する討議を行った。何人かの技術者、中でも特に、以前にも、 同様の懸念を表明したロジャー・ボージョレーは、SRB の接合部を密封するゴム製オーリングの弾力性外上低音によって受ける影響について不安を表明した。各 SRB には6カ所の接合部があり、そのうちの3カ所は製造工場で溶接され、残りの3カ所はケネディ宇宙センターのスペースシャトル組立棟で結合される。 バブで結合される部分には、オーリングが二重に施されている。すべての結合部は、固体燃料の燃焼で発生した高温、高圧の燃焼ガスが正常にノズルから、噴出されるよう、密封して、ガスの漏出を防ぐ必要がある。サイオコール社の技術者は、もしリングの温度が、摂氏12度以下になった場合、機密性を正常に保つだけの柔軟性を有するかを、判断するのに、 十分なデータを持っていないと論じた。これが重大な懸念だったのは、オーリングが知名度1に指定されていたからである。これはもしお及びフクリングが故障した場合は、バックアップはなく、その故障は、機動船や乗組員を破壊し得ることを意味していた。サイオコール社の主張に対する NASA の反論は、主リングが故障しても、フクリングが十分に密閉性を保ってくれるという。 ものだっただがこれは実証されたことはなかったし、またいかなる場合においても知名度1である、重要部品については、規定に違反する論法だった。サイオコール社の技術者たちは、夜間の低温により SRB の温度は危険地である、摂氏温度をまず間違いなく下回るはずだと指摘した。しかしながら、サイオコール社の幹部は彼らの主張を取り合わず、 予定通り打ち上げを進めるよう勧告した。世間では、NASA は常にフェール政府に取り組んでいるイメージがあったのに、反して、サイオコール社の幹部は、打ち上げが安全、であると証明するのではなく状況が、安全、ではないことを示せという NASA 幹部の要求に、影響されていた。後に、自己調査の中で、NASA 幹部は打ち上げスケジュールを維持するために、 安全規定をしばしば無視していた事実が明らかになった。打ち上げ前、氷が張り付いた発射台の整備等低温により発射台の整備等には帯だしい量の氷が張り付き5 0トルを超えるつららがついた。ケネディ氷対策班がたまたま意図せず赤外線カメラを右側 SRB のビブ接続部に向けたところその部分の温度が低く 摂氏13度しかないことが発見された。これは液体酸素タンクの排気弁から加冷却された空気が接続部に吹き付けられたことが原因であると考えられた。これは気温よりもはるかに低くオーリングの設計仕様を大幅に下回っていた。しかしながら摂氏13度という値は後に誤りであると判定された。 これは温度検知器の製造会社による使用手引きに従わなかったのが原因とされた。その後の試験と補正された計算により、接続部の温度は周囲の温度と大差なかったことが確認された。氷対策班は徹夜で氷を除去したが、シャトルの主契約企業であるロックウェルインターナショナルの技術者たちは引き続き懸念を表明した。 カリフォルニア州ダウニーにあるロシア本部から発射台を監視していたロシアの技術者たちは氷の量を見て戦慄した。彼らは打ち上げの際に SRB の排気ガスの噴流が引き起こす吸引力によって氷が振り落とされシャトルの大熱タイルを直撃するのではないかと恐れた。ロシアの宇宙輸送部門責任者であるロッコペトローンと彼の同僚たちは この状況を打ち上げに対する障害とみなし、ケープ基地にいた同社の幹部たちに、ロシアとしては打ち上げを支持できないと伝えた。ところが、ケープ基地のロシア幹部たちはこれらの懸念をしっかりとは、伝えず、結局ヒューストン基地の計画責任者、アーノルド・アルドリッチは打ち上げを決行することにした。アルドリッチは、氷対策班に、今一度検査させるため、打ち上げを1時間遅らせた。 この検査では、氷は溶け始めている様子だったので、午前11時38分、チャレンジャー号はついに打ち上げを許可された。右側の SRB から漏れ出す、黒煙以下の記述は、蓄次テレメトリーによって得られたデータと画像を分析、及び空中、地上間と管制室で交わされた、更新記録に基づいている。 すべての時間は発射の瞬間からの経過秒数を表し、詳細な計測事象から発生した出来事までが、テレメトリーのタイムコードに対応している。機体が発射台から離れる前であれば、必要があれば、スペースシャトルのメインエンジンを安全に停止して、発射を中止することができた。発射の瞬間に3機のメインエンジンは、設計性能値に対して100%に達しており、 コンピュータの制御によって104%まで水力が増され始めていた。この瞬間に2機の SRB が点火され、同時に発射台に繋ぎ止めていたボルトが爆薬によって切断されて、機体は発射台から自由になった。機体が最初に垂直に動き始めると、気化水素排気アームが外部燃料タンクから引き離されたが、戻り止めラッチが機能しなかった。 発射台のカメラ映像を検証すると、このアームは機体には再び接触してはおらず、今回の事故に関係する要素からは除外された。発射後に行われた発射台の検査においても、機体を固定していたボルトの4つのキックスプリングが見つけられなかったが、これも同様に原因となった可能性は否定された。メディアを再生するチャレンジャー号の打ち上げから爆発の動画。 SRB 連結部分の断面図。B で指示されている丸がメインの O リング。C で指示されている丸がバックアップの O リングである後に発射時の画像を分析すると T プラス0.678に右側 SRB の外部燃料タンクと SRB 間を連結する後部接続支柱部近くから一吹きの黒煙が吹き出ていることが確認された。 煙のわずかな噴出は、最後は t プラス2.733に発生していた。最後に接続支柱周辺で、煙が見えたのは t プラス3.375であった。後に、これらの現象は右側、SRB の後部の現場接続部が開閉したことで起きたと結論付けられた。点火の圧力によって、 SRB の外角が膨張し、その結果として、外角のこの金属部分が、両側から曲がって分離し、開いた隙間から高温のガスが漏れたものである。この現象はそれ以前の発射時にも発生していたが、その度に第一号リングが、溝から外れることによって密閉性を確保していた。SRB はもともとそのように設計されてはいなかったが、 結果的にうまく機能していたことになる。そのためサイオコール社は後に設計を変更し、押し出し加工と呼ばれる加工法を採用して、この機能を取り入れることにした。だが、押し出されたリングが、漏洩箇所を塞ぐまでの間、高温のガスが漏れ続け、塞がれるまでに、オリングが損傷を受ける、ブローバイと呼ばれる現象が起きていた。 サイオコー流社の技術者たちによってこの現象は調査され、オーリングが受ける。総損傷量は、押し出しが起きるまでの時間が直接関係しているとして、当日の寒い気象条件によって、オーリングが硬くなり、押し出しまでの時間が伸びたと結論付けた。事故当日の朝、第一オーリングは、寒さによってとても硬くなっていたため密閉が、間に合わなかった。 第二オーリングは金属が曲がったことで正しい位置に収まってはいなかった。これによって燃焼ガスを食い止める手段は失われ、二つのオーリングは70度の角度にわたって蒸発してしまったが、固体燃料の燃焼残留物である酸化アルミニウムが損傷した結合部の穴を塞いだので、本物の炎が結合部を襲うまでは、これがオーリングの機能を代行していた。 機体が発射性微等を離れ、メインエンジンの水力が104%に達すると、ケネディ宇宙センターの発射コントロールセンターから、テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センター内のミッションコントロールセンターに完成が引き継がれた。空力が機動線の構造に過負荷を与えないよう、T プラス28になると、 通常の操作手順に従って、濃密な仮想大気圏内でのシャトルの限界速度まで、メインエンジンの水力が下げられ始めた。t プラス35.379になると、メインエンジンの水力は少しだけ戻されて予定通りの65%になった。その5秒後に、高度約5800メートルで機体の速度は、マッハ1を超えた。t プラス51.860には、 同圧が最大となるマックス級を超え、スムの水力は再び最大104%にまで上げられ始めた。右側、SRB のガスの漏出。引火している。メディアを再生する SRB からの炎が、追跡用カメラによって捉えられている映像。この機体は T プラス37頃から始まりその後の27秒間に、 今日までのシャトル計画中に記録された最大のウィンドシアを何度かにわたって受けた。T プラス58.788追跡カメラが右側、SRB のビブ接続部から煙が漏れ出し始めたのを捉えた。チャレンジャー側もヒューストン側も知らなかったが、右側の SRB の接続部の一つで大きくなった穴から高温のガスが漏れ始めていた。 損傷したオーリングに代わって酸化アルミニウムが一時的に穴を塞いでいたのをウィンドシアの力が痛めつけて接続部を通じて吹き出る炎に対する最後の守りが奪われてしまったもしもウィンドシアがなければ偶然に生じた酸化物による封印は SRB の燃焼終了まで持ちこたえたかもしれない1秒のうちに煙ははっきりと激しくなった右側 SRB の内部圧力は壊れた接続部の穴が急速に拡大したために低下し始め T プラス60.238には接続部から出てくる炎とそれが外部タンクに悪影響を及ぼす様子が見えるようになった T プラス64.660には煙が突然形を変えて外部タンクのビブ側に位置する液体水素タンクからも漏洩が始まったことを伺わせた SRB の焼損によって崩れた水力のバランスを保証するためにメインエンジンのノズルがコンピュータ制御によって向きを変えた。シャトルの外部液体水素タンク内の圧力は漏えいの結果 T プラス66.764に低下し始めた。この段階でもまだ飛行士たちや地上管制官たちには状況は正常に見えていた。T プラス68になると宇宙船。 通信担当官のリチャード・コービーが水力上昇を許可すると上院に指示して船長のディックス・スコビーがこれを確認した。彼がチャレンジャー水力上昇を許可と答えたのが空中地上艦海戦におけるチャレンジャー号からの最後の更新となった。メディアを再生するチャレンジャー爆発の動画飛行士が親と言い、これが上院室の会話録音機が捉えた最後の 発言となっている。あるいはスミスは、機内のケーキに示された、メインエンジンの出力状態か、または、外部燃料タンクの圧力低下に反応したのかも、しれない。T プラス73.124、液体水素タンクのビブドームが破損し、液体水素タンクを外部燃料タンクの全部にある、液体酸素タンクの方向に押し上げる力が働いた。同時に、右側、SRB は、 全部接続部を中心に回転し、タンク間構造体と衝突した。T プラス73.16に高度14600メートルで機体の分解が始まった。外部燃料タンクが分解しつつあったため、チャレンジャー号は局所的な気流に対する正しい姿勢から外れてしまい、設計上の限界値の 5G をはるかに超える20。 G モの空力負荷を受けたことにより、機動船は瞬時に引き裂かれた。それよりも大きな空力負荷に耐えられる2機の SRB は外部燃料タンクから外れ、その後37秒間にわたって無制御の動力飛行を続けた。SRB の外角は厚さ 12.7mm の鋼鉄でできており、機動船や外部燃料タンクよりもはるかに頑丈だった。かくして、 特に右側、SRB は、チャレンジャー号の破壊を招いた、接続部の焼損による影響を依然として受けて、いたにもかかわらず、2機の SRB は、シャトル全体の分解の後も持ちこたえた。事故直後に撮影された、J グリーン管制官管制室では、チャレンジャー号の空中分解に伴い空中、地上艦回線から、静電雑音のバーストが流れた。 モニターは、チャレンジャー号が、それまでいた場所に、煙と、水蒸気の雲が発生し、多数の破片が海に向けて落下する光景を映していた。T プラス89頃飛行主任の J グリーンは、飛行力学担当官に報告を促した。これに対するフィドの返答は、フィルター、には、バラバラの反応源がありますというもので、これもまたチャレンジャー号が、 多数の破片に分解したことを示していた。1分後、地上管制官は、音声通話とテレメトリーの通信途絶、ダウンリンク喪失を報告した。グリーンは部下たちに、各自のデータを詳しく見て、軌道船が脱出した何らかの形跡がないかと、調べるように命じた。T プラス110.250、ケープカナベラル空軍基地の周辺保安担当官が、 無線信号を送り、周辺保安システムが保有する、両固体燃料補助ロケットの自爆装置を作動させた。これは、アレッソが制御を失った、SRB を、地上や海上に対する脅威とみなしたためであり、正規の非常時手順だった。未だ空中分解していなければ、同じ破壊信号で、外部燃料タンクも破壊されたはずである。 広報担当官のスティーブネスビットは、飛行管制官は事態を注意深く見守っていますと、報告した。彼は、明らかに大きな事故です。ダウンリンクがありませんと言い、沈黙の後、飛行力学担当官より、機体が爆発したとの報告がありましたと伝えた。グリーンは管制室に非常時手順の発動を命じた。これには管制センターのすべての扉の施錠。 外部との電話連絡の遮断及びチェックリストに従い関連するすべてのデータを記録し保全することが含まれた。分解し始めたチャレンジャーの機体飛行力学担当官の最初の発言とは異なり、シャトルと外部燃料タンクは爆発したのではなかった。実際には最大同圧点をわずかに過ぎた後の極めて高い空力負荷によって急速に 空中分解したのである。外部燃料タンクが分解した際、内部の燃料と酸化剤が放出され、巨大な火球を生じた。しかしながら、事故後に NASA が分析した結果によれば、水深剤の燃焼は限定的なものだった。写真や動画などで見える雲は、主に放出された液体酸素や液体水素水深剤によって生じた水蒸気とガスである。 極低温で保存された状態では、液体水素は、通常の爆号の意味で、爆発するほど、急速に発火できたはずはない。もし本当に爆発していたら、シャトル全体が一瞬で破壊され飛行士は即死していた、はずである。比較的堅牢にできていた、上員室と SRB は、機体が分解する中を持ちこたえた。SRB は、その後遠隔操作で爆破されたが、 分離した、上院室は弾道に沿って飛び続け、T プラス75.2372ガス雲を抜け出るのを観測された。高度 14.6km で機体が分解してから25秒後、上院室の飛翔経路は最高高度 19.8km に達した。追跡カメラによって、ガス雲の中を飛ぶ無傷の上院室が捉えられている。 シャトルは 3G までの負荷に耐えられるように設計されており、さらに 1.5G 分の安全係数が組み込まれていた。特に上員室は強化アルミニウムを使用していることと、その設計からシャトルの中でも大変頑丈な区画である。機体が分解していく間、上員室は丸ごと分離し、ゆっくりと方外弾道に転がり込んだ。 NASA は分離の際にかかった負荷を 12G から 20G の間と推定した。しかしながら2秒以内にはすでに4 g を下回っており10秒以内には上員室は自由落下していた。この段階でかかった負荷では大きな負傷の原因になったとは考えにくい。分解直後少なくとも一部の飛行士は生存しまだ意識があったものと考えられる。というのは フライトデッキにある4個の個人用空気供給パックのうち3個が作動状態になっていたからである。調査官が空気の残量を調べたところ、機体が分解した後の飛翔経路に要した2分45秒分の予想消費量と概ね整合していた。残骸の分析において調査官たちはマイケル・スミス飛行士の右手側パネルにある電力系統のスイッチのうちのいくつかが 通常の打ち上げ用位置から動かされていることを発見した。これらのスイッチはレバーロックで防護されており、別の位置に動かすためには一旦バネの力に逆らって外向けに引っ張らなければならないようになっていた。後の試験では爆発や海面との衝突で生じた力ではスイッチは動かないことが確認されたことからスイッチを動かしたのはスミス飛行士であり、 乗員室が機動船の他の部分から分離した後で、なんとか操縦室の電力を取り戻そうと、試みたのだろうと推定される。飛行士たちが、機体の分解後も、長時間意識があったのかは不明であり、主に乗員室の余圧が維持されていたかどうかに、依存する。もし維持されていなければ、あの高度では、意識を保っていられるのは、数秒間しかない。個人用空気供給パックは、 余圧されていない空気を供給するだけだったので、乗員の意識を保つ役には立たなかっただろう。乗員室が海面に衝突した時の速度は約時速3 3 3トル制動力は 200G を大きく上回ったと推定され、乗員区画の構造的強度限界や乗員の生存可能レベルをはるかに超えていた。 1986年7月28日、宇宙飛行士出身であり NASA の宇宙飛行準管理官を務めるリチャード・ H ・トゥルーリー海軍少将,将はヒューストンにあるジョンソン宇宙センターの医科学専門家ジョセフ・ P ・カーウィンによるチャレンジャー号事故における乗員の死因に関する調査報告書を発表した。カーウィン博士は スカイラブ2号に登場したことのあるベテランで事故から間もなく調査を委任された。彼の報告によれば死因は特定できない。上院区画が海面に激突した際の衝撃が非常に激しかったため、シャトルが分解した直後の数秒間に生じた被害の証拠は覆い隠されてしまった。我々の最終的な結論は以下の通り、これに対して NASA の主任調査官であるロバート・オーバーマイヤーなど一部の専門家は全員とは言わずともほとんどの乗員は海面に激突するまでの落下中ずっと生存し意識があっただろうと信じている。シャトルが動力飛行を行っている間は乗員の脱出は不可能だった。シャトルの開発中に乗員の脱出装置について何度か検討されたが NASA の結論は シャトルには高い信頼性が期待できるので脱出装置は必要ないというものであった。試験飛行とみなされていた最初の4回の飛行では SR-71 に使用されていたものを改良した射出座席と完全予圧服が使用されたがそれ以降の実用飛行では取り除かれた。は安全が確立された商用航空機に比べ限られた。 飛行回数しか持たないスペースシャトルは本質的に実験機であり決して実用機とみなすべきではなかったと宣告した。さらに人数が増えた上院用に脱出装置を取り付けることは有益性に乏しく技術的に複雑であり費用や重量の超過またはスケジュールの遅延をもたらすとして望ましくないとされた。チャレンジャー後の喪失後 NASA は再度脱出装置についての検討をはじめ、射出座席、緊急脱出用ロケット、機動戦艇部からの脱出などいくつかの案が提出された。しかしながら、NASA が改めて出した結論は、脱出装置を装備するには設計の全面的な変更が必要で、乗員数をも制約することから実用的でないというものであった。オービタが滑空飛行している際に、 機体から脱出するための脱出装置は設計された。しかしながらこれは、チャレンジャー後のような状況では役に立たなかっただろう。事故の後、大統領執務室で国家的長辞を読み上げるレーガン大統領事故の夜、レーガン大統領には、例年の一般教書演説を行う予定が入っていた。当初彼は、予定通り演説をすると発表したが、すぐに変更して、 教書を一週間延期し、代わりにホワイトハウスの大統領執務室から、チャレンジャーの事故に対する国家としての長寿を読み上げる、ことにした。執筆を担当したのは、ペギー・ヌーナンで、末尾は以下に述べるアメリカ系のカナダ空軍パイロットで、詩人のジョンジレス・ SP ・マギー・ジュニアの、ハイ・フライトという詩の一節を引用して締めくくっていた。 1986年1月31日、テキサス州ヒューストンで行われた追悼式に出席する、レーガン大統領と妻のナンシー・レーガンその3日後、レーガンは妻のナンシーと共に、ジョンソン宇宙センターで行われた追悼式に出席し、以下のように述べた。追悼式には登場員の家族の他に、 NASA の従業員6000人と一般聴聞客4000人が参加した。式典では空軍音楽隊の伴奏でゴッドブレスアメリカを成唱する直上を NASA の T-38 が伝統的なミッシングマンフォーメーションで飛び過ぎた。この模様はテレビ放送網を通じて全国に中継された。飛行士の遺族は搭乗員たちを高級的に記念するため、 チャレンジャー宇宙科学教育センターを発足させた。以後これまでに52の教育施設が、この NPO によって設立されている。アラバマ州ハンツビルは、NASA と強い関係を持つ市として知られているが、同市で設立された最新の公立中学校は、チャレンジャー中学校と名付けられた。シャトルのすべての機体を製造したカリフォルニア州。 パームデール市とその近隣のランカスター市は、どちらも市内を通る東10番大通りの M 通りから、エドワーズ空軍基地までの区間を、失われたシャトルと飛行士を記念して、チャレンジャー通りと解明した。チャレンジャー、エンタープライズ、コロンビアが空軍42番工場で製造された際、際パームデール空港には完成した、機動船を、 シャトル輸送機に積むためのセミオークレーンがまだなかったので、この道路を使ってエドワーズ空軍基地に送っていた。これに加えてランカスター市はチャレンジャー中学校を建設し、またかつてレイオータ広場があった場所にチャレンジャー記念ホールを建設した。これらはすべてチャレンジャーとその飛行士を記念してのものである。アーリントン国立墓地に立つチャレンジャー号記念碑 一部の遺体はこの墓地に埋葬されている。1986年に公開された映画、スタートレック4故郷への長い道は、チャレンジャー号の思い出に捧げられた。スタートレックの配役及びスタッフは、この映画を、宇宙船チャレンジャー号の男女に捧げる。彼らの勇気ある魂は23世紀とその先の、世界にも生き続けるであろう。フロリダ州。 ブレバード軍国家では命を落とした7名の飛行士を記念してチャレンジャー7中学校を設立した。1988年には国際天文学連合により7人の名前が付きの裏に位置するクレーターに付けられた。2004年ブッシュ大統領はチャレンジャー号とコロンビア号の事故で死亡した14名の飛行士に対し宇宙名誉勲章を追贈した。回収作業は 事故発生から、初めの数分内に、NASA の打ち上げ回収責任者によって始められ、NASA が SRB 回収に用いる船を、墜落海面に派遣することが命じられた。救難機も発進した。しかしながらこの段階ではまだ破片が、落下し続けていたので、周辺保安担当官は現場が安全になるまで、回収船や救難機を生きがいに待機させた。アレッソが、 救援部隊に作業開始を許可するまでに、事故発生からおよそ1時間が経過した。チャレンジャー後の事故から、最初の1週間の捜索救助活動は、NASA に代わって、国防総省が、沿岸警備隊の支援を受けつつ実行し、もっぱら海面を捜索した。沿岸警備隊によれば、この捜索活動はこれまで彼らが関わってきた中で、最も大規模な海面捜索だったという。 この段階の作業は2月7日まで続いた。それ以降の回収作業は、捜索、回収及び、再建ファンが引き継いだ。彼らの目的は、事故原因の解明につながるような残骸を、海底から引き上げることだった。NASA からは、宇宙飛行士に選ばれていた元ネイビーシールズの、ウィリアム・シェパードが派遣された。ソナー、潜水士、遠隔操作の船艇および、 友人化選定などが捜索に投入され、捜索範囲は480平方海里深度は370メートルに及んだ。3月7日、海軍救助艇プリザーバーは、上院区画と思われる物体を海底で発見した。これは、翌日には搭乗員7名すべての遺体の発見と、共に確認され、3月9日に、NASA はマスコミに発見を公表した。 捜索回収班によって引き上げられた左側、SRB の一部5月1日までには、事故原因を究明するのに、十分な量の右側、SRB の残骸が回収され、主な引き上げ作業は終了した。一部の深度の浅い海域での捜索作業は、続行されたが、事故調査とは、無関係だった。これは回収した破片の NASA が調査して、 宇宙船やロケットに使用する材料の特性を研究するのが目的だった。回収作業では15トンの残骸を引き上げることに成功したが、軌道船の55%、乗員区画の5%、衛星貨物の65%は依然として行方不明である。残骸の一部は現在でも、 フロリダの海岸に打ち上げられることがあり、事故から11年近く経った1996年12月17日には、ココアビーチで、シャトルの大きな破片が2つ発見された。合衆国宝典第18編641条により、チャレンジャー号の残骸を私物化することは禁じられており、新たに発見された破片は直ちになさに、提出されなければならない。 すべての残骸は、現在は、ケープカナベラル空軍基地第31発射施設に、ある封印されたかつての地下ミサイルサイロで、保存されている。チャレンジャー号には、コロラド州モニュメントのボーイスカウト第514、分隊が奉納した、チャレンジャー機と呼ばれる、正常機が積まれていたが、これは、プラスチック容器に封印されたままの状態で無傷で、回収された。この旗は、 現在も第514分隊が所有している。ケネディ宇宙センターのシャトル専用滑走路で C-141 輸送機に搭載され、ドーバー空軍基地に搬送される飛行士の遺体飛行士の遺体の内識別可能なものは1986年4月29日に家族の元へと送られた。リックスコビー機長と死後大尉に特進したマイケル・スミス飛行士の遺体は、 家族によって、アーリントン国立墓地の個人墓地に埋葬された。ミッションスペシャリストであり、中佐から死後特進したエリーソンオニズカ空軍大佐の遺体は、ハワイ州ホノルルの太平洋国立記念墓地に埋葬された。遺体の内識別不能なものは、1986年5月20日にアーリントンのチャレンジャー号記念碑に共同埋葬された。ちなみにクリスタ。 マコーリフの遺体は、1978年以来、居住していたニューハンプシャー州コンコードのブロッサムヒル墓地に葬られている。事故の余波の中で、NASA はメディアに対する、公開性の欠如を批判された。ニューヨークタイムズは、事故の翌日、打ち上げ責任者の J. グリーンをはじめ、管制室にいた、誰一人に対しても、宇宙機関は、マスコミの取材を認めなかったと報じた。 信頼できる情報源がなかったため、マスコミには様々な憶測が流れた。ニューヨークタイムズや UPI 通信社は共に外部燃料タンクに生じた問題が事故を招いたと示唆したが、実際には NASA の内部調査は早い段階から固体燃料補助ロケットに注目していた。宇宙評論家、ウィリアム・ハーウッドは宇宙機関は調査の詳細について、 厳格な秘密保持にこだわっているが、これは長らくその公開性を誇ってきた機関にしては、似つかわしくないことだと記した。ケネディ宇宙センターに到着した、ロジャース委員会の委員たちこの惨事を調査するべく、スペースシャトルチャレンジャー号事故調査大統領委員会、通称ロジャース委員会が組織された。メンバーは、委員長ウィリアム・ P ・ロジャース、副委員長、ニール・アームストロング、 他に、デビッド・エイクソン、ユージン・コバート、リチャード・ファインマン、ロバート・ホッツ、ドナルド・クティナ、サリー・ライド、ロバート・ランメル、ジョセフ・サッター、アーサー・ウォーカー、アルバート・ホーイ・ロン、そしてチャック・イーガーだった。委員会は、数ヶ月間にわたり活動し、初見を報告書として発表した。それによれば、チャレンジャー号の自己原因は、 右側固体燃料補助ロケット接合部を密閉するオーリングの不具合であり、同所から漏出した高温ガスと最終的には炎がオーリング及び隣接する外部燃料タンクに対してブローバイを起こし構造的な破壊を生じたと結論付けた。オーリングの不具合は設計不良によるもので事故当日の朝のような低温などによって容易に機能不全に陥り得た。 さらに後半に、報告書は事故につながった根元原因についても検討した。最も突出した要因は、NASA とサイオコール社が共に、接合部の設計不良が及ぼす危険に対して、適切に対処しなかったことだった。彼らは、接続部の設計を見直せどころか、その程度の危険は許容範囲内であると規定したのである。報告書によれば、 マーシャル宇宙飛行センターの幹部たちはすでに1977年の段階で欠陥について知っていたが、問題をサイオコール社との間だけに止めて決して外には出さなかった。これは NASA の規定に対する明白な違反だったのみならず、この欠陥がいかに深刻なものかが明らかになった後でさえ、欠陥を修正するまでシャトルの飛行を差し止めようと考えるものは、 マーシャルには誰一人として存在しなかった。それどころか、マーシャルの幹部は過去6度にもわたってオーリングに関連する打ち上げトラブルを起こし、その都度問題を握りつぶしていた。また報告書は、チャレンジャー号の打ち上げを決行するに至った、意思決定過程にも深刻な歌詞があったとして強く批判した。 委員会のメンバーの中で最も著名な人物の一人に理論物理学者のリチャード・ファインマンがいた。彼はテレビ放送された超問会の席上氷のように冷たい温度下でオーリングがいかに弾力性を失い密閉性を損なわれるかということをコップの氷水に資料を浸すことで見事に実証してみせた。彼は NASA の安全文化の欠点に対して 極めて批判的であったが、その独自の報告書はマイルドな形に添削された。上に、付録 F という形で、格下げはされたものの、報告書内部にはに含まれる予定であった。最終の委員会の会議の後に、ロジャースが、なさよりの提案を追記したいと申し出た時に、追記の提案の削除と付録 F を掲載を共に要求し、それができないのであれば、 自分の署名を報告書から削除されたしとして抵抗したが、最終的には妥協案を飲むことで、付録 F として刊末に収録されることとなった。ファインマンはその中で、NASA の首脳部から提出された安全性評価は華々しく、非現実的であり、現場の技術者による評価とは時に千倍もかけ離れていると論じた。付録 F の末尾を、 ファインマンは次の文で結んでいる。技術が成功するためには、対面よりも現実が優先されなければならない。なぜなら自然は騙しを押せないからだ。アメリカ合衆国会員科学技術委員会もまた、聴取を重ね、チャレンジャー号の事故に関する独自の報告書を1986年10月29日に公表した。同委員会は調査の一環として、 ロジャース委員会の報告内容を検証し、事故の技術的な原因については、ロジャース委員会に同意した。しかしながら、事故の根本原因を評価する段においては異なる、見解を示した。チャレンジャー号事故の後、ロジャース委員会の結論が出るまでシャトルの飛行は、中止された。1967年に起きた、アポロ1号火災事故の際は、NASA の内部調査で済まされたが、 今回は外部の目ははるかに厳しかった。ロジャース委員会は NASA に対しシャトル計画の安全性に関する9つの改善項目を提案し、NASA はレーガン大統領からこれらの提案をどのように実行するか30日以内に計画を取りまとめて報告するよう求められた。ロジャース委員会からの改善案を受けて NASA は固体燃料補助ロケットの全面的な再設計に 着手した。これは、ロジャース委員会が付加した条件の通り、独立した監視機関による監督化で進められた。NASA が SRB の開発担当企業であるサイオコール社と取り交わした契約書には人命の損失、または計画の失敗に至るような失敗が生じた場合、サイオコール社が契約代金から1億ドルの医薬金を支払うと、共に、 失敗の法的責任を負うという条項が含まれていた。チャレンジャー号事故の後、サイオコール社は法的責任の強制を免れる代わりに、金銭的な賠償を進んで受け入れることに同意した。NASA はまた安全性、信頼性及び品質保障室を新たに設置した。これは、ロジャース委員会の指定により、 NASA 副長官が室長を務め、NASA 長官に直接報告するようになっていた。その室長として、元マーティン・マリエッタ社所属のジョージ・マーティンが任命された。チャレンジャー号の全飛行責任者、ジェイ・グリーンは、理事会の中で安全対策部の部長となった。ロジャース委員会は、NASA が固執してきた、非現実的なまでに楽観的な発射スケジュールも、 事故の根本原因の一つだった可能性があるとして批判した。事故後、NASA はシャトルの稼働計画をもっと現実的なものにするよう試みた。失われたチャレンジャー号に代わる機動船としてエインデバーを新造し、また国防総省と協力して人工衛星の打ち上げにはシャトルではなく使い捨て型ロケットの適用機会を増やした。 1986年8月、レーガン大統領はまた今後シャトルでは、商用衛星は運搬しないと表明した。32ヶ月間の中断の後、STS-26 の打ち上げにより、シャトル任務が再開したのは1988年9月29日のことだった。チャレンジャー号の事故の後、NASA ではいくつか顕著な改革がなされたが、多くの評論家は、 NASA の管理構造と組織文化における変化は深い、ものでも長続きするものでもないと評した。2003年にコロンビア号空中分解事故が発生した際、NASA による安全上の問題への管理姿勢が改めて疑惑の的になった。コロンビア号事故調査委員会は、NASA はチャレンジャー号の教訓からほとんど何も学ばなかったと断定した。中んずく。 NASA は安全管理のためのシーンに独立した部門を設立していなかった。この点に関し、カブは、ロジャース委員会への NASA の対応は、同委員会の意向にかなうものではなかったと感じた。カブの信ずるところ、チャレンジャー号事故の攻めを負うべき制度的な失敗の根本原因は正されておらず、チャレンジャー号の事故を引き起こしたのと同じ、意思決定過程の欠陥が、17年後に、 コロンビア号の破壊をもたらしたのだという。チャレンジャー号はニューハンプシャー州の高校教師、クリスタ・マコーリフが登場していたことで一部のメディアからは注目されていたが、打ち上げを生中継するつぼねはほとんどなかった。テレビ向けに全米製中継していたのは CNN のみで、他にはいくつかのラジオ局が生中継を流していた。NASA はマコーリフによる 宇宙授業を計画していたので、NASATV を通じて、多くの公立学校に映像を中継していた。その結果、1986年当時に、アメリカで、学校生徒だった多くの者が、実際に打ち上げを生で見る機会を得た。しかしながら、事故後に行われたある研究では、シャトルの打ち上げを見ていたと答えたのは回答者の17%で、85%は、 事故のことは発生から1時間以内に知ったと答えた。その論文の著者たちが述べたように、これよりも早く伝播した例を示した研究は他に2例しかない。また別の研究では3時の瞬間にテレビを見ていなかったものも、その日は以後どこの放送局もほとんど終日このニュースを流し続けたので、ほぼ確実に事故の映像を見たはずだという。大人よりも子供の方が、 打ち上げを学校で見ていたことから、事故を生で見ていた可能性が高かった。事故後も、しばらくの間は、マスコミの関心は高かった。打ち上げ当日に、各メディアから派遣されたレポーターの数は535人に、過ぎなかったが、3日後に、ケネディ宇宙センターにいたレポーターは1467人、さらにこれとは別に、ジョンソン宇宙センターにも1040人がいた。 事故は世界中の新聞で見出しになった。チャレンジャー号事故は安全工学、内部告発の倫理、コミュニケーション、集団的意思決定、集団思考の危険性などの研究においてしばしば事例研究として取り上げられる。カナダなどの国々ではこの事故を扱った書籍が技術者の資格を得る際の必読書の一部になっている。低音が オーリングに与える影響について警告した技術者で、あるロジャー・ボージョレイは、採用コール者を退職し、職場倫理について訴える、言論人となった。彼は、最終的に打ち上げを勧告することになった、同社幹部が招集した、幹部会が、顧客からの激しい突き上げによって、非倫理的な意思決定会議を構成したと論じている。 彼の誠実さとシャトル事故に至るまで及び事故後、通じた高潔さを表彰して、アメリカ科学振興協会は、ボージョレーに、科学の自由と、責任証を授与した。多くの短科大学と総合大学も、また、技術者倫理の講義においてこの事故を取り上げている。情報デザイナーであるエドワード・タフテは、チャレンジャー号事故を情報伝達時に、 明確さが欠けた場合に生じる問題の例として用いている。彼は、もしサイオコールの技術者たちが、低温と SRB 接合部の小村との間の関係をもっと明確に説明できていたら、NASA の幹部に打ち上げを中止する、よう説得できていたかもしれないと論じる。タフテはまた、コロンビア号事故の際にも切烈な情報伝達が、NASA の決定に影響したかもしれないと論じた。 事故の後、NASA の全スペースシャトルはほぼ3年間にわたって、地上での待機を余儀なくされ、この間に調査、事情聴取、SRB の再設計、またその他にも裏方の技術面や管理面の見直し、変更、及び準備が行われた。1988年9月29日午前11時37分。 スペースシャトルディスカバリー号が5人の飛行士を乗せて、ケネディ宇宙センター39バイト発射台から打ち上げられた。これは、チャレンジャー号で打ち上げられて失われた追跡及び、データ中継衛星 B を代替する TDRSC を積んでいた。この飛行への機関としてのディスカバリー号の打ち上げは、再設計された SRB の試験であり、安全に対する、 より保守的なスタンスへの移行であり、そしてアメリカの宇宙計画、特に有人宇宙飛行に対する国家的な誇りを取り戻す機会でもあった。飛行計画、STS-26 はわずかに2つの小さな故障に見舞われただけで成功し、以後は通常の STS スケジュールが継続して2003年に コロンビア号の惨事が発生するまで大きな中断もなく進行した。マコーリフの予備飛行士であり宇宙事業計画で一緒に訓練を受け、1986年1月28日にはケネディ宇宙センターでマコーリフの打ち上げを見ていたバーバラ・モーガンは2007年8月8日に打ち上げられた STS-118 でミッションスペシャリストとして宇宙に行った。 ありがとうございます。